こんにちは。今日は、僕に対する質問とかもちょこちょこ来るんで、それについて返していければなと思います。では早速一つ目は、 YouTube の方にこの前、愛車遍歴、愛車遍歴の動画を出した時のでコメントがあったのが、免許、中型、大型、どのタイミングで取ったかっていう質問があったんで、まずちょっとその辺からお答えしていきます。で、僕は中型はシャドウを購入する前に取りました。先にだから免許取りました。中型は先に免許を取った状態でシャドウを納車しました。で、次の大型、だからその時は中型までしか取ってなかったです。大型免許は、中型免許を取った8ヶ月後ぐらいに取りに行き始めました。で、その大型免許を取っている最中にハーレーは買いました。だから納車までにどっちにしろメンテナンスとかで1ヶ月後に納車されるって教えてもらったんで、じゃあ免許、まだ持ってなかったけど、メンテナンスが終わる頃には、免許を取れるっていうのが分かってたんで、免許を取得する前にハーレーを買いましたって感じです。はい、そんな感じです、免許に関しては。で、次の質問、これめちゃくちゃ言われるんですけど、タンク何リットル入るんですかみたいな。多分もともとタンクちっちゃいんで、ちょっと走ったらもうすぐガソリンスタンドあったら入れちゃうんで、ゼロっていうのがあんまりないんで、なんかちゃんとした数字は言えないんですけど、 4.5 は入ります。 4.5 リッターで、この前の去年の企画でニューオーダーの道中で、燃費がどれぐらいあるかっていうのを測ってみた結果、 16.6 ぐらいは高速で走ったんで、で、70ぐらいは走るのかなっていう。下道だったら多分10も減るんかな、10減って60ぐらいの感覚で僕はいつも走ってます。で、そんぐらいです、タンクは。で、次のも多いんですけど、姿勢きつくないですかとかってよく言われるんですけど、僕はもうかれこれもうあのバイク3年、違うな、もう車検したけど4年目になるんですけど、で、基本それ以外のバイクって乗ることないんで、もう今のもうこの姿勢がもう普通すぎて、なんともないです。で、あと僕のポリシーなんですけど、なんか自分のバイク乗ってて、きちいとかってなんかあんま言いたくないなっていう、なんかすげえ好きで自分がそのスタイルにしたのに、すげえ疲れるんよこのバイクとかって、なんか僕はあんまり言いたくないんで。で、僕の中ではそれをかっこ悪いってちょっと思うんで、だから基本的にはバイク乗ってて、疲れたとかは言いますけど、長距離乗ってたりしたら、でもこのバイクって疲れるんよねとかっていうのは基本的には言わないです。かっこ悪いってちょっと僕は思っちゃうんでって感じです。はい。で、次の質問、これもよく、これを質問される方は多分バイク乗ってない方だと思うんですけど、もう そんなバイクじゃもうツーリング行けんよねみたいな。いや、行けますっていう、全然行けます。むしろ長距離系のツーリングの時の方が多分動画とかって結構撮ってるんで、こいつめっちゃ長距離走るやんっていうイメージが多分ですけど、あると思うんですけど、名古屋行ったり神戸も
まあ、名古屋行ったと神戸行ったら、まあ、距離なんかまあ近いように感じちゃうんであれですけど、名古屋、神戸、九州、鳥取、島根、四国は行ってないのかとか、全然もう全然ツーリングっていうか、まあ長距離ロンツーとかも全然してるんで、全然旧車のハーレーだろうが、僕は全然ツーリングはロンツーだろうと近場だろうとできると思ってるんで、今後もやっていきたいと思います。次はこの前のコメントも、永瀬智也がその自らまたがってなかったんだみたいなコメントがあったんですけど、これも多分何回も動画上では言ってるんですけど、あれは僕らから声をかけたっていうのがもう事実です。だから永瀬智也さんの意思でまたがらせてくださいとかではありません。まあ動画、ショート動画もタイトルが永瀬智也にまたがられましたかなんかだったと思うんですけど、またがってもらいましたでしたっけ。でもそんなニュアンスなんで、まあ勘違いされるんかなっていうのはちょっと思いましたね。携行缶必要じゃないんですかとかって言われますけど、でも日本、まああくまで日本しか走らないんで、まあ70キロ60キロ走るんで、基本的にはガソリンスタンドがあるんで、僕はあんまり携行缶を持ち歩きたいなとは思わないですね。だからまあ事前にそのめちゃくちゃ田舎に行くとかっていうのは、まあ事前にガソリンスタンドがどこにあるかとかも調べるんで、だからまあ僕の中ではまあ調べてるんで、まあ必要ないかなっていう感じです。まああれば絶対あった方がいいと思いますけど、やっぱ僕の中ではまあチョッパーっていう言うぐらいなんで、まあいらないものをそぎ取っていった結果、あの形になると思ってるんで、そこにまあこれも僕の勝手なあれなんですけど、携行缶がつくとなんかその形を邪魔するなと思ってるんで、まあつけてない、持ち歩かないって感じです。でもその、まあ、知り合いの方が北海道にバイクで走られた方が、まあ、ガソリンスタンドがもう100キロ区間ないとかっていうのを聞いて、やっぱそういう、もうないところに対してはなんかもう絶対必要かなとは思ってます。それぐらいですかね、質問が多いのっていうのは。あ、でもまああとどの辺走ってるんですかとかっていうのも、まあ、たまに聞かれたりするんですけど、基本町はいないです。町よりも、まあ、僕が住んでるとこ今壁なんですけど、どっちかというと町よりも自然の方に行っちゃうんで、山の方に走りに行くんで、町には基本はいないです。町の風景とかよりも僕はなんか自然の中を走る方が好きなんで、僕は町にはあんまり行かないですぐらいですかね。まあ、金額とかも結構聞かれるんですけど、いくらで作ったとか、まあその辺はちょっともう、まあ大輔さんに作ってもらいましたけど、そのバイク屋の兼ね合いとかももうあるし、まあ当時2019年に買ったんですけど、コロナ前だったんで、また今とはまた価格が全然、車両自体の価格が違うんで、その当時の僕が買った金額で今それを作れるかってなると、また絶対作れないんで
その辺があるんで、なんかこういくらで作ったんですかとかっていう質問に対しては、僕は質問されても答えるのが難しいんで答えないですし、本当に買いたい方は直接エニモーターサイクルの方に連絡をしてみてください。で、連絡しても今もずっと忙しそうに、忙しそうにっていうか、まあ忙しいんで、まあ、こうやって一人で撮る動画も増えるんですけど、まあ、すぐには帰ってこないかもしれないんですけど、まあちょっとその辺は直接バイク屋の方に連絡してみてください。じゃあ今回はそんな感じで、僕に対する質問をちょっとお答えしてみました。ありがとうございました。